演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、バニラカフェのアイスとかを飲みたいと思います。これも抹茶と同じでラクトアイスなんですね。ということは中身はやっぱり同じでしたか。これもどういう風になるんだろう、楽しみですね。では入れてきます。ここは混ぜてみました。こんな感じになりますね。先日の抹茶だとようよういい茶色ですね。混ざってるのかな、氷の感覚もやっぱり残ってますね。では飲んでみたいと思います。ココアなのでビターな味わいもあり、ほんのり甘みもあり、ちょうどいいバランスでラテがそれをうまくまろやかにしていて、とっても美味しかったです。ミルクが入ることによってちょうどいい感じになる、そんな感じですね。まあココアで表彰だと思いますけど、というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ね、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。